こんにちは、あやチャンネルのまみです。今回はですね、昨日に引き続き観山寺ビーチパート2です。これからね、またね、沖にボートで出ますよ。子供たちもね、だいぶね、ボートに乗るのが慣れました。みんなリラックスしています。お天気も良くてね、ちょっと台風前っていうのもあって風も少しあってね、気持ちいいんです。もちろんね、暑かったら私たちも海の中に入って、涼しくなります。浜の湖のね、水の中はこんな感じですよ。結構透き通ってます。水はね、あったかくて気持ちよいです。小さいね、魚もね、いっぱい、いますよ。ヤドカリもね、たくさん歩いてました。アサリとかのね、赤ちゃんもいっぱいいたんですよね。でもまだ食べれる大きさじゃないので、取ったりはね、できなかったんですけどね。さあ、マミーはね、スノーケリングが実は大好きなんですね。なのでスノーケリングをするために子どもたちをボートに乗せて、ボートに紐をね、こうくっつけて、片手は、ボートの紐を持って、で、マミーは、下に、潜ってます。さあ、マミーがね、子どもたちにね、マミーのところにおいで、ジャンプしておいでおいでってね、言ってるんですけどね、誰もジャンプして泳ぎません。遠くからね、マミーの助けの声がね、聞こえてきましたよ。マミーがね、溺れたふりをしてます。子供たちどんな反応するかちょっとね、見てみたいと思います。マミーが手をバタバタさせながら溺れています。ダイヤくん、ナイトくん、どうしようか迷ってる。マミーは助けを求めてる。どうする？さすが、名前通り騎士です。かっこいい、ナイト。お、ノエルもマミーを助けに行きました。一生懸命泳いでます。マミー、マミー。おー、ま、ノエルありがとう。チュチュチュ。さあ、今度は誰だろう。あ、ジュエルです。ジュエルもマミーを助けにダイブしました。体小さいのに、ジュエルありがとう。さあ、他はどうですか。もう助けに来ませんか。おー、アクア、ちょっとスタートが遅かった。マミーのとこにボートが来てしまいましたね。でもとりあえずアクアも、マミーを助けに来たっていうことで、アクアありがとう。さあ、みんなのボートが、こっちに来ましたよ。これからね、岸に帰ります。ほんとね、とってもね、気持ちいいんですよ、ボートに乗って。子供たちも見て、もうすごいね、なんかこうボートに、ふわふわこう揺られてね、楽しそうでしょ。ダイヤはね、もうとにかく、もう基本的に水が大嫌いだからね、もう早く岸に帰りたい。だから先頭に必ずいるんですね。もうみんなね、ベタベタに濡れた、顔でカメラを覗き込んでおります。どうです、みんな楽しそうでしょ。もうマミもね、めっちゃ楽しかったです。
さあダイヤとアクアスです。ボートの先端を取りやっこしておりますよ。ダイヤくん、早く岸に帰りたいので自分でダイブしてね、泳いで岸まで行きますよ。すごいでしょう。もう本当にダイヤくんね、水が嫌なんです。もうとにかくね、早く岸に戻りたくって。上手に泳いで岸に行きます。さすがダイヤくんリーダー、岸に到着一番乗りです。あやチャンネルは元保護犬たちとの日々の様子をお届けしています。チャンネル登録まだの方、ぜひぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again.